ギュスター・アブドレガ、イラストレーション・オブ・キャメロット・フロム・アイドルズ・オブ・ザ・キング、1868キャメロットは、アーサー・オーの王国、ログレスのと。アーサー・オーはこの地に、キャメロット城を築き、多くの戦いに出陣したという。その正確な位置は失われよくわかっていないが、おそらく、ローマ帝国による支配が終わった後のブリテン島に、あった、ローマ系人の支配地域が、 フィクション化されたものだと思われる。キャメロットというとの名が初めて現れたのは、フランスの銀遊詩人、クレティアン・ド・トロワの詩、ニューマ社の騎士、ランスロットからである。ただしこの時点では、後のアーサー王物語におけるほど重要な役割を果たす土地としては描写されていなかった。エセックスの町、コルチェスターは、キャメロットの跡地なのではないかと、しばしば指摘される。コルチェスターは、 ローマ帝国によるイギリス支配の最初の拠点でイギリス最古の町であり、そのローマ名、キャマローデューナムは先住民のケルト5名カムロデノンから来ているというのがその根拠である。また、13世紀にはウェセックスに位置するウィンチェスター城がキャメロットの名残だと信じられていたり、スコットランドのエディンバラにほどなく近いアーサーの玉座はキャメロットの候補地の一つとして、 よく言及されていたりするなど、詳しいことはわかっていない。ありがとうございます。